太平洋沿岸の浦幌町。その昔、アイヌ民族が周囲の見張りなどに利用したとされる茶師の跡がある。このオタフンベ茶師は国の指定史跡である。浦幌町立博物館には北海道最古とされる土器やアンモナイトなどの化石展示が並ぶ。この地の先住民族アイヌの風習や暮らしぶりを丁寧に紹介。古銭や刀などからは活発に和人との交易があったことがわかる。浦幌ではかつて研究者などによってアイヌ墓地で発掘収集が行われ、大学などに保管されていた遺骨や副葬品が地域返還された。博物館では浦幌町に返還された副葬品の数々を展示している。